フォーミングアーツ特集2016スロームーブメントザ・エターナルシンフォニーファーストムーブメント横浜公演にご来場いただき誠にありがとうございます。私スローレーベルのクリスと申します。スロームーブメントは年齢、性別、国籍、障害の有無などを超えて集結した人々が街中でパフォーマンスを繰り広げることで多様性と調和のメッセージを広めていくプロジェクトです。さまざまな分野のクリエイターと市民がワークショップを重ねながら制作いたしました。それでは一般公募で選ばれました本日出演した市民パフォーマーをご紹介いたします。麻生正則、小道具井上由衣さんです。
制作していただきました望月重則さんです。音響ルフトツーク中原楽さんです。進行同じくルフトツークの河内隆さんです。どこかな、どこかにいます。それから、映像池田美人さんです。チームを紹介します。制作奥村優子さん、宮武亜紀さん、塚原沙和さんです。それから象の花チーム、橋爪愛子、大越春子そしてアクセスコーディネーター、広岡香織さん、善場のり子さん、アトリエフォーナスの川島和樹さんです。アクセスコーディネーターと一緒に出演しました斉藤のぞみちゃんです。のぞみちゃん、よかったら前の方に一緒にお願いします。そしてこちら、一緒に私と一緒にこう通訳をしてくれてます、デフパペットシアター瞳の大里千尋さんです。今回作品を制作するにあたり、そしてクリスさんです。クリスです。通訳も一緒に。